番綺麗な色ってなんだろう、一番光ってるものってなんだろう、僕は探してた最高のギフト、君が喜んだ姿をイメージしながら、皆さんこんにちは。津奈高校によくいらっしゃいました。私はこの番組のキャスターを務めます1年生の七太郎です。今日は放送部の記録映像をもとに津奈高校の様子を紹介しましょう。今年の合格発表風景です。皆さんもぜひ津奈高校を目指して頑張ってください。津奈高校での目標を聞いてみました。とりあえず勉強頑張りたいです。今まで以上に頑張っていきたいと思います。津奈高では勉強と部活動を両立させたいです。どの先輩にも好かれることです。とりあえず高校卒業することです。勉強頑張りたいです。サッカー部の目標は、まあ、レギュラーになれたらいいなって、はい。ただいまから平成21年度兵庫県立津奈高等学校入学式を挙行いたします。入学を許可される者、上田祐希、内田直樹、岡隆彦、飛千春、中谷理恵。ただいま池田達也以下指名されました200名、兵庫県立津奈高等学校に入学することを許可します。勉学に、行事に、部活動に一生懸命取り組み、仲間と共に充実した高校生活を送ることを誓います。学年主任の安住博康先生です。一組担任の毛笠正之先生です。はい、最速のままでお願いします。4月9日、上級生との対面式がありました。一日も早く高校生活に馴染めるよう、優しく頼りがいのある先輩としてお手伝いしたいと思っています。友達との出会いを大切に、多くのことを学んで有意義に過ごしてください。高校では新しい友達と出会い、初めて経験することがたくさんあると思います。きっとわからないことばかりです。その時には新しい仲間と力を合わせ、助け合い、どんな問題にも立ち向かい、一つ一つ解決していきます。津奈高校の校歌を紹介します。
最大の行事、文化祭。今年は新型インフルエンザの影響で1週間遅れの開催となりました。入試発表がありました。文化祭の展示で文化部の活動を紹介しましょう。放送部も頑張っています。
兵庫県内でも有数の美しい校舎、我が学び屋を紹介しましょう。我が校の自慢の一つ、先輩の先生手作りのパイプオルガンです。夏休み最後の週末、恒例の黄昏コンサートが地域の方をお招きして行われました。
9月23日、秋晴れのもと体育祭が行われました。先頭は生徒会長石上智樹君です。高等学校体育祭を開催いたします。最高の仲間と喜びを感じ合い、正々堂々と競技に取り組み、心に残るような体育祭することを誓います。深呼吸、体育部の今年の戦績を紹介しましょう。先頭は剣道部キャプテンの立花康子さんです。続いての更新は全国高等学校総合体育大会に出場しました水泳部2年生木村萌実さんの更新です。
熱い思いを込め、がむしゃらに頑張ってきた3年間は一生の財産になりました。毎朝弁当を作ってくれた親や、大会前にはいつも熱い激励をしてくださった校長先生をはじめ、先生方や友達が支えてくれたおかげで部活動を続けることができました。部活動を続けてこれたことに感謝し、そしてここにいる素晴らしい仲間と出会えたことにも感謝して、日々君に向かって頑張っていることを誓います。平成21年いかがでしたか。来年は皆さんがこの番組の主人公です。私たちは皆さんの綱高校入学を心待ちにしています。あとポジション、あとポジション、あとポジション、あとポジション。